はい、今日は天候が悪かったのでさくらんぼ狩りに来てみました。本当はね、犬と一緒に高原を散歩するつもりだったんですけどね。一般のお客様は、こちらの方のアグリパークで、受付を済ませさくらんぼの農園を紹介していただくことになります。私たちは、こちらの農園せんちゃんの方からダイレクトメールが来ていますので、直接こちらを訪れています。さくらんぼ狩りです。さくらんぼなんていくらでも食べれそうですよね。30分2000円の食べ放題に挑戦してきます。それでは受付を済ませましたので、農園の方に行ってみようと思います。はい、どうぞ入りください。今日はこの列食べてもらいます。ほんでカゴを受けていただいてね、さくらんぼの実の 2,3 センチのところ、ここを軸をちょきって切ってください。でそれをカゴに何個かお取りになってお食べください。で種は下で結構ですからね。この当園では30分間な必ず取りながら園内でお食べください。外への持ち出しはできませんのでね、必ず時間内に食べられるだけのさくらんぼをお取りください。であとそっち側にネットかかってますけど、それも全部ご予約の木となっておりますのでね、その木はお取りにならないようにね、ネットのかかってある木はお取りにならないようにそっちお願いいたします。でせいぜいこのパッとこう見てもらってね、色の濃いのがいいと思います。濃いさくらんぼね、お食べください。はい、どうぞ。たくさん実ってるでしょう。美味しそうです。私たちは毎年、こちらの農園の方をご利用させていただいております。ほら、うまそう。説明を受けた通り、ハサミの方で収穫していきます。お店でさくらんぼなんか買おうとすると高いんですよね。食べ放題って魅力でしょう。どれが美味しそうかな。園内にはいろんな品種のさくらんぼがあります。こちらまた違う別の品種ですね。こちらもきっと色が濃いものが美味しいんでしょうね。うまそうだ。たくさん食べるぞ。まずほどほどに収穫しましたのでいただいてみようと思います。脚立もありますので高いところに実ってるのも取りやすくなっております。すごい数のさくらんぼが実ってますね。種の方は、説明を受けた通りペッ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 、地面に捨てていっていいそうです。さて次々と収穫してどんどん食べていきましょう。時間30分とちょっと短いので、結構急いで食べましょうね。今日は、小雨が降っていましたので心配されましたが、屋根がついていますので安心して収穫を体験することができます。これきっと花の季節に来てもすごい桜が綺麗なんでしょうね。アグリパークの方は、季節によっていろんな収穫体験ができ、いろんな農園を紹介していただけるので、ホームページなどを参考にしてみるのもいいかもしれません。やりましたので退出します。美味しかった。もうねお腹いっぱいです。昔
海側では梅の実がまだ実ってますね。では告知です。青い海に憧れて今新たな旅が始まる。そこはどんな世界？カツサンダガネ史上初めての旅行スタイル。過去最大級の旅だ。この夏公開予定。楽しみいただけてますでしょうか。次回予告です。さくらんぼ狩りを終えた帰り道、周辺の、観光スポットなどを紹介していきたいと思います。これね、本当に美味しいチーズケーキなんですよ。お楽しみに。チャンネル登録もお願いします。